見た目がちょっとやばいけど、ド変態あ、間違えた死体の脂肪をチュー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 吸って、嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週木曜都市伝説のコーナー、イエス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 、本日もドデズラさんがドデ伝説を持ってきました。ドデ伝説じゃない、俺の武勇です。去年ぐらいかな、海外の変わった妖怪3世みたいなやったの覚えてますか。やりました、やったね。これの日本バージョンやっていこうかな。日本、この前のその海外のやつよりもね、ツッコミどころかなりあります。おお、なるほど。というわけで今日は日本の変わった妖怪5選ってことです。おい、5選ね。いやもうね、めちゃめちゃおもろいから、はい、最後の一体は誰もが知ってるあの有名歴史人物と関わってるちょっと怖めな妖怪を。おお、楽しみ。1体目、これが妖怪でーす。タモ、ね、じゃねえ、タモ、ちょうどお前これタモじゃねえ、タモじゃねえ、タヌキという妖怪でございます。はい、こいつ一体どんな特徴あるかと、なんといってもやっぱこの毛皮じゃないですか。かぶってるよ、毛皮なの。この毛皮がなんと玉袋なんですよ。やばっ。ってことはこれ、きったまということで。ちげえよ。そういうの、お前おしゃれなきったまじゃねえ。おしゃれなきったまじゃねえ。すごい色してるな、リバーシブルなきったまだね。息をふって吹きかけると、この大きさをね、変幻自在に変えれると。すげえな。結構吹いたわけだ。いや、吹いてないだろ。だからさっき裏で結構妖怪はいじりやすい。いや、本当に俺も声張って、違うやって言ってりゃいいだけだから。怒っとけばいいだけだ。やりやすくてしょうがない。なるほど。シリーズ化していきます。これでなんか幻を見せることでちょっといたずらするらしいんですよね。一つの逸話がありまして、ある男性がいて、はい、その男性が友達の家に行ったと。それでまあタバコを吸ってるのね。そしたらそのタバコの火が落っこしちゃったわけ。で床に落ちた瞬間に男性とその友達しかいないのに全く違う声で、うわっちって、あっちって言った後にその家がもう丸々消えて、このタヌキが出てきたっていう。だからその家じゃなかった。そう、遊びに行った友達の家がもうずっとこいつが見せてた幻で。なるほどね、化けタヌキだ。そう、化けタヌキなんですよ。そいつじゃあずっとその幻想の中に住んでた。そうそうそう、そうはなるよ。2体目、はい、こちらでございます。人間じゃん。豆腐の人。豆腐。お、正解っす。正解。豆腐こそまんまそう。妖怪なのに見た目が超人間っぽい妖怪。まあそうね、豆腐こそ。豆腐こそ。いない、ここに。豆腐こそ。豆腐こそ。え、似てるな。似てない。一緒やん、お前目一緒やん。ほんとだ。ちょ、切るか。豆腐こそじゃねえ。豆腐こそじゃねえ。髪青にしてもらう。妖怪しかいない。夜道に人間の後をついていく。ただそれだけ。それだけ。ストーカーだ。妖怪の趣味じゃねえか。ますます。やってることといい、見た目といい、もう全然妖怪っぽくないから気づかれないんですよ、まず妖怪って。ああ、なるほどな。うん、で、気弱。声小さな、お前。 YouTube 何年目だよ。気弱で優しくて、妖怪なんだけど魔界で結構いじめられちゃったりとかする心優しい妖怪です。心優しきね。そう、心優しい。なんでこっち見んの。全部当てはまってる。九十九段とか。ああ、まあそう、本当気弱だからそうです。で、ああ、確かにこれ住んでるでしょ。はい、それでは3つ目の妖怪。じゃあ、はい、ドン。おお、かわいい。表情リボン。ビヨーンという妖怪なんですね。ビローン。ビローン。ビローンという妖怪で、もともとは普通の人間だったんだけど、仏様になりたくって、ビロビロビローンっていう呪文を唱えれば仏様になれると思い込んでいたわけですよ。慣れなかった姿がこれ。なるほど。慣れの果てという。そう、慣れの果てがこれ。色を言い続けたらこれになるんです。そう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 。これもね、やっぱ資料とかにあるもんなの。そうだね、あのちゃんとした書物に記されてるやつなんで。へぇ。四つ目、はい、どうぞ。見た目がちょっとやばいけど、変だ。あ、間違えた。シリメという妖怪でございまして。シリメ高音じゃないから、これ言っとけ。目なんですよ、これ。目なんですよ。目なんだ。
都に出てくる妖怪って言われてて、でまあ京都といえば平安時代の貴族、貴族がなった妖怪って言われてるんですよ。だいぶ廃れた格好になっちゃった、ね、そうだね。貴族って結構さ、見た目綺麗な感じじゃん、で、いっぱい着物着るじゃん。そういうのにストレスを感じて、いやもう開放的になりてえよっつってなったのがこの姿。普段は服を着ててめっちゃ人っぽい格好でいるんだけど、顔あんの？顔はないっす。人間に偽装するときはちゃんと顔あるんです。夜道に一人で歩いてる人とかをターゲットにして、うわぁって全裸になって尻を出して驚かすっていう、ド変態じゃん。魔界随一のド変態妖怪。最後に紹介するやつ、これがちょっとね、おもろいんだけど結構怖さもあるというか、はい、まあそれがこちらでございます。はいはい、ね、こちらでございます。これも共演ねえねえこれなんでヌッペフホフという、ヌッペフホフ由来としてはヌノッペラボ、まあ主に東京に現れると。キー何がちょっと怖いかっていうと、死体の脂肪をチュー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 吸って、うわそれをエネルギー源として生きてるというか、最初に歴史的に超有名な人物と絡んでるっていうことですが、こいつなんと徳川家康と会ったことがある。畑かなえという儒学者がいて、その人が書いた偉人という書物にこういうエピソードが記されております。1609年の駿府城、駿府城の庭に意味わかんねえ物体がなんか動いてるとその物体をよく見たら、肉の塊みたいなやつが手を空高くに掲げてずっとこんな感じで動いていたと。ダンスしてるね。そう、ダンスしようとか、なんかこんな感じでなんかいろいろ見たのよ。朝の日課じゃねえ。日課じゃねえやってねえでしょ。これを見かけた武士とかはもう大パニックよ。なんだあれはみたいな。このことがまあ家康にまあ伝えられて、で家康はもう今すぐそんなやつはもう城の外に追い出せっつって、でなんとかこいつをもう遠くの森に追い出したと。追い出せたんだ。追い出せた。すごくね。まあ追い出した後にある一人のね学者がこう言いました。なんてもったいないことをしてしまったんだって。これどういうことかっていうと、こいつ薬なんですよ。え、そうなの？中国のめちゃめちゃ古くから伝わる戦略だったんですよ、こいつ。こいつを食べると不老不死になると。しかも超美味しいらしい。美味しいの？言えねえ。難しい。ヌッペフホフは不老不死の材料とされていることは白拓図という書物に記されている。白拓図は皇帝が白拓という霊獣に聞かされた妖怪話を収めたもので、いわば最古の妖怪図鑑である。ヌッペフホフの歴史は意外と長い。まあというわけでね、今回ね5選の妖怪を紹介しましたけど、それぞれねちゃんとした書物に記されている妖怪なわけなんですよ、だからこの事実からしても今日紹介した妖怪は本当にこの世に存在していた妖怪なのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。いや面白かった。いや面白いかったね。信じる紹介を。信じてねえよ、全部血繋がって新しい仲間を見つかったしね。あ、まあ、やばいやね。